えー、岩谷真由香きラジオ舞台裏でございます。今回ももちろんまずこの方がいらっしゃいます。はい、番組アージんなんだこれ <laughs> あ。番組パーソナリティの岩谷真由です。<laughs> なんか番組 <laughs> <laughs> なくなっちゃいましたね。パーソナリティの。結構言ってるつもりだったんですけど。そうでそして同じチームのところですよね。はい。はい。イ、えーダさです。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。いますはい、でそして私、えー、手伝いをさせていただいております。今度日本放送アナウンサーをしたひたのりです。 はい、これなんで手伝わせていただいてるかというと、はい、あの僕もともとこうアニメとかゲームとかそういうものが大好きだったんで、はい、ブシロードさんの番組をお手伝いさせていただいていてで今今度はスターダムの番組になるというのでもう全然プロレスわからないのに参加させていただいて。<laughs> いるんですけど、いや、めちゃくちゃ面白い、そうっていう、はい <laughs>。もうプロレスのこと、ね、見たくなりましたかな。なります、なります。<っ>すごくなります。しいた,ただ、まだ若干、皆さんが、うん、あの、こう、戦っているところというのが、うん、いや、戦ってるんだろうなあとは思うけれど。うん あのなんていうか皆さんのこう明るい女子たちじゃないですか明るい女子たちが本当に戦っているのかなみたいなのがいやもう本当ね生で飯田の体を見てほしいです <laughs> で <laughs> このコスチューム姿になったもう姿、うん、いやでも本当すごいですよねすこう力こぶ出しているところが本当僕オリンピックのうわすごっ <laughs>、ええ オリンピックのあの取材とかしてたんですけど。え本当に重量挙げの選手と同じフォルムなんです。本当に。本当に。恐縮しちゃいマジですも、それね、あの、今日ね、いらっしゃっていた中で、あの、やっぱりちょっと打ち気だったっていう飯田さんは。やっぱアニメとか特撮とか、きっと好きなんだろうなっていう感じが。ちょっとしてきまして。そうですね、なんか、まあ、四人兄弟のっていうのもあるんですけど、やっぱ、その、真ん中上。 一番上がお姉ちゃん真ん中がお兄ちゃん自分妹だったんですけどなんか上二人が結構そういうの好きで,そ,で、ね、その影響でやっぱこう見,見ちゃうっていうのもありますね、はあ、でそれで、ね、舞台お好きだったっていうのもありましたけど大体タクの行きがちなルートではあります。<laughs> 定番,定番ルートでした。ああ<ー>、<laughs> え、特にハマってた作品とか、はい、なんかこうなんですか、そういうこと舞台の役者さんとかがいらっしゃったわけですよ、ねはい。あ、そうですね、いましたね。はい、そのまあプロレスを知るきっかけになった舞台俳優さんは、これ名前出していいんですか。あ、えっと、あのたぶんし 分かんんないですけど、青柳ルイトっていう、うんあのー、テニスの王子とか今でいうとヒプノシスマイクとか<ー>弱,ペ弱虫ペダルも確かこの前出てたりしてたんですけど。はい 岩谷さんが不思議なことを聞えていますがすごい聞いたことのあるタイトルばかりでアニメの方はほぼ全部仕事をさせていただいている人たちでございますがそのきっかけでプロレスを知ったので。そうなんだってことはでもすごくないですかその好きな俳優さんが好きだったプロレスにファンが。 プロレスラーとしてデビューしてもしかしたらねこのラジオとか見てくださってるかもしれないしあ、そうですねスターダムのレスラーとしてもうあんた輝いてるんやからもしかしたら推しが逆に見てくれて推しに押されてる可能性がありますよありますよ夢しかないやん夢しかないですねえ、そこは想像してなかったんですけど想像してやもうすぐモー頭やからすぐいつまでそれが出てきたわ <laughs> 先方さんがねあのこうツイッターとかやってらっしゃったらぜひねあのこう、ね、ファンの方が、はい、伊そのファンの方が、うん、ぜひあの、うん、伊田さんは実はそういうきっかけだったらしいですよみたいなそうそうそう、ね、それでさもしさ見に来てくれてねもうすでに見に来てくれてるかもしれないけど、はあ、もうねえ し <laughs> てくれるかも,れかもしれない。もしかしたら本当にさもう直接もう本当私はプロレスラーになるきっかけを作ってくれてありがとうございましたって言えることあるかもしれないしさ、ね、いああやば。そうなったらどうする？ね心臓が止まるじゃん。あ<ー>あし死ぬ命日ですねそれは私の <laughs> 力強いな <laughs> 言い方が、えー、いすごいね。はい、いや本当びっくり自分もまあなんかそれそれでなるとは思ってなかったんですけど。 ででもやっぱなんでしょうプロレスの魅力がやっぱ強,、うん、強すぎると言いますか、うん、女子プロレスが本当にかかねなんか自分が見て男の感情移入しやすいんです、ね、女子って、うん、なんかめちゃくちゃすごいもう気持ちと気持ちのぶつかり合いが激しすぎてなんかそ,それでそのま強い女性に憧れもありますし。うん、もう それもあって、本当に、その道を極めた先には、あのこう客席に推しがいる可能性だって。そりゃもうあるわけですよね。ね。あ、ちょっと、やっぱりこれは、あの推しの前で勝ち名乗りを上げるまでは。はい。ね。そうですよね。続けなきゃいけない感じじゃないですか。そうですね。頑張りま、リング、リングに立ち続けます。リング上で、じゃ。愛を叫ぶみたいな。いや、かっこいいですよ。まだ。 どうなんだろうそういう人って今までの事件であるんですか歴史上見てみたい恥ずかしいちょっと今のやめてそのお尻ね人生変えてもらったんだもんねそれは本当そうなんででも今こうどこかで誰かの人生を今度は変えてるかもしれないですからねそうなんよ本当にあでそうですよね小柄で諦めてた方とかいらっしゃいますよねいますよだって飯田本当にみんなに勇気を与えてるよ本当ですかまゆも 自覚あるの<え>引きこもりでポンコツなわけじゃん、はい、で家出して上京してでももう今輝かしいじゃんマユもいやもう本当に <laughs> <laughs> 輝かしいですよ <laughs> マユさんマジで引きこもり界のもうかねみんなに革命というか,なんか勇気を与えられてると思ってるんですよでも飯田、うん、の試合を見て、はい、私もちっちゃいけど飯田さんがちっちゃくても頑張ってる でもやり返して強くてチャンピオンにもなって、うん、私も頑張れるかも私でもできるかも頑張ってみようって思う人絶対おるんや、うん、うん、<laughs> でもそれいたらめっちゃありがたいですねなんか本当にやっててよかったと思いますまだないですかそう直接言われたこととかそうですね直接はないですかね、うん、でもねいますよ絶対きっ、うんうん サイン会とかでもさ、はい、ファンの方が並んでくださってさ、はい、飯田さんのサインくださいって来てくれるわけやう、ね、もうそれだけでさあ私の試合を見てくれて、はい、ああ応援してくれてるんだろうな,なだなとかさなんかもう「<laughs> ファンってありが,て <laughs> ありがとう」てる。 本当それは思います。ファンはありがてえ。自分が押してる側だったから、それもわかる。すそれもわかる。んで気持ちはね。もうなんか気持ちわかるファンの気持ちはめっちゃわかります。やっぱそうすると裏切れないってなって、本番が手が抜けないってなる。そうですね。それは本当そうですね。いや、なんかすごい推しで世界は回っている。いや、まあ、それは間違いないと思います。気が来ましたけど、ね、ただ教えの思いを胸に戦うってどういうことなんだろう。でも、まだちょっと僕は分かりきてないんで、絶対現場に。はい。 ええー、二千二十四年は、そこは、<laughs> お、目標ですね。はい。はい、はい。お邪魔させていただきたいと思います。ますそうせつ、でよろしくお願いいたします。いますということで、本編と合わせて、こちら、舞台裏もどうぞよろしくお願いいたします。お相手は、番組セコンド日本放送アナウンサー吉田樹奈のと。番組パーソナリティ、渡谷まいと。飯田紗椰でした。ちょっとパーソナリティ、怪しかったですね。<laughs> ちょっとゲップが出ちゃう。え <laughs>、そうなっちゃって今。今危なかった。<laughs> また次回。<laughs> またねー。あ、こいつが違う。<laughs> 釣られま,すまず,まず <laughs> 副調整する <laughs> スタッフの方に。